タタタタタタ。どうも皆さんこんにちは、ぷっぷミルクです。お久しぶり、またお久しぶりのね、何ヶ月ぶりかわかんないけど、マザー2やっていきます。ですね、前回ポーラをね、フォーサイドで助けて、でね、サマーズに行かなきゃいけないらしいんだけど、サマーズに行くためには、なんかポーラが言うにはね、何やったっけ、一回スリークに行かんといけんらしいんよ。というわけでね、スリークに戻ってきたんですね。で、何をするかというと、ちょっと行き過ぎた。多分こっちかな。どうやって行くんだっけ、これ。ここから行けるっけ。あ、ここから行ける。よいしょ。来たよ。お、すごい。丸焦げだったのに。綺麗になってるじゃん。直してくれたの？すごいじゃん。このスカイウォーカーだけど、外はペンキ塗ったりしてごまかしてみたんだけどね、メカがわかんないから動かせないんだよ。いや、でも十分だと思うよ。ゆっくりしていってほしいが、急ぐ事情があるんでしょ？さよなら。あなた方には本当に感謝しています。お気をつけてありがとね。お、ジェフどうだい？治るかい？お、壊れてると言っても大したことないや。よし、ちょっと待っててくれよ。お、すげえ。大活躍。よし、これでうまくいくはずだ。え、すごい！うまくいくはずだとかじゃない、動くはずだって言ってた。ただ、スカイウォーカーはこのまま乗り込んでも、ウィンターズに戻ってしまうことになる。ああ、そうなんだ。アンドーナツ博士に手伝ってもらって、サマーズに行けるように改造してもらう必要がある。もしパパが、いや、アンドーナツ博士がいなかったら、僕一人の力で何とかするしかないな。でもひとまずウィンターズの研究所まで戻ろう。それしかない。行こう。おー、久しぶりだね、乗るの。私らが宇宙人じゃん。いかにもって感じだよね、乗り物が。いってらっしゃい。これ見てると自分のエンディングテーマを思い出すな。エンディングテーマっていうか、エンディングのアニメーション。これこれこれ。カービィのことを考えて作ったから。あと宇宙つながりで言えばね、マザーも地球とかが出てるから、なんか似たようなのをね、感じ取ってるんだよね。だからね、空にしました。さあ、着いた。よしよし、すごいね、行ったらちゃんと帰ってくるんだね。ドカーン、ならんかった。ただいま。キャッキャーン。いつぞやは主人がお世話になりまして。キャッキャン。あ、私たち結婚したんですの。あ、そうなんだ。キャキュキャキュ、あんたぐずぐずしないでご挨拶しなさい。尻に敷かれてるじゃん。キャッキャ、そんなわけで、キャキキキャーン、キャ。前に通りかかったあのストーンヘンジの北の洞窟が気にならないか。俺は気になる。ぜひ行って、なんなんだか見てきてくれ。じゃあ俺たちは新婚さんなんで、失礼するよ、バイバイ。ペコみたいなお辞儀してんのかな。してそう。あーい、アンドーナツ博士。お、ネス君、ジェフは時々おねしょする子、するがいい子だって。もうしないでしょ。バルーンモンキー君の言ってるストーンヘンジへの北の洞窟は私も前から気になっていたんだ。地元の人はレイニーサークルとか呼んで近寄らないんだが、何があるんだろう。レイニーサークルでしょ。ふむふむ、わかった。君たちがあの場所に調べてる間に、私はスカイウォーカーを改造しておこう。あ、そうそう、そこにいるビッグフット君は暴力嫌いで人間好きのナイスガイだ。私はよく彼から星肉を売ってもらったりして世話になってるんだよ。
干し肉。うほうほ。何しますか。干し肉もらおうかな。そしてあ、裏漢方がある。この高い水っていうのはもう一人の仲間がね加わったらなんだよね。裏漢方、そしたらあーポーラが一番死ぬような気がするからな。ゼフにしとこうかな。いやでもな。はい、ということでね、回復もあとアイテムを揃えるのもいろいろ整えました。セーブもしました。ということでね、早速行こうと思います。多分こっち。よし、ビッグフットがいたってなんか戦えそうな気がするぞ。うわー、できるだけ戦いたくないさあ来たぞ。ここはね結構つわものがいた気がするんだよね。あー、怪しい、道が光ってるよ。そうだ、これなんかあったね。なぜか、あー、こけしのようなものが。さあ、こけしマシンみたいなのなかったよね。あれどうすんだっけ。持ってないよね。タコけしマシンしか持ってないよね。でよ。思い出した、思い出した、思い出した、思い出したよ。あのね、今レイニーサークル、レイニーサークルじゃなくってストーンヘンジの基地は行けなくて、私なんかストーンヘンジの基地の奥にレイニーサークルがあるのかなって思ってたんだけど、そうじゃなくって、そうじゃなくって、ここに行けるよっていうことなんだ。これなんだ。あれ？おや？あ、来た。よく来た。ここは4番目のお前の場所だ。しかし今は私の場所だ。奪い返せばよ。できるものならあれなら。噛んじゃった。うわぁ、シュワシュワ、巨大キノコだって。うわぁ、シュワシュワのおじいちゃんみたいだ。普通に戦っていいかな。とりあえず普通に戦うか。で、ネバネバね、マシン効くかな。お、効果がないんか。あー、やばい、ちょっとやばい。何もするな、お前は何もするなもう何もできないんだから、燃えるんじゃないかなって思うけど、どうかな。フリーズにしてみようかな。で、ペンシルロケットとかもないもんね。チュッチュマシーンは普通に戦うか。ドラゴンパウダー使ってみる。なんかもったいないな普通に撃ってみよう。どう？お、結構効くじゃん。あ、やべ、94も回復される。もう一回じゃあフリーズで、で、もう一回ネバネバ効くのかどうかを見てみたい。今度毒だ。あ、でもなんかキノコなくなったんじゃない、これ。PSI で回復で、ヒーリングベータだったと思う。確かね。よし。どう？まだ生きてる。よし。あ、でもキノコはダメだ。キノコはダメなんだ。まだついてるんだ。ダメか。こんな時にこれにかかるなんて厄介だな。どうだ？もう死んだでしょ。まだ？回復するからな。何もするな。ネスは何もするな。ドラゴンパウダーでも今更使うのもったいないよね。また毒か。で、だいたい一緒だね。そろそろ。そろ、100って強くない？めっちゃ強いじゃん。回復使うか。あー、お願いだからポーラに回復してくれよ。お願いだから向こうに回復するなよ。いけ、そろそろ。やったー、見た、すごい。ポーラのおかげ。ポーラがほとんど倒したようなもん。ほんとキノコつけられてからもう。よし、これで。来た。
メスは一瞬ハニーパイの匂いを感じた。ハニーパイってあれですね、メスの大好物ですね。メスの持っている音の石がレイニーサークルの音を記憶した。聞いてみましょう。使う。やっと半分なの。マジで実況し始めたら実はもう1年以上経ってるんだけどさ、ゆっくりすぎて。ちょっと待ってね。よしか、逃げてるなあいつら。おお、ビッグフットがいる。逃げるじゃん。戦ってみよう。待って、そんなに来る、そんなに来る。まあいいだろう。使っちゃう？ PK プップ使っちゃいます。で、 PK どうしようかな。ファイヤーにしてみる。はい、どうだ。おお、255。まあ、寒いとこだから逆に暑いとなんかうわーってなるのかな。寒さには強そう。あー、本当に倒せた。 OK、 いい感じ。倒したよ。レイニーサークル自分のものにしたよ。おー、ネス君、ジェフは、あれ？あ、待って、今か。ちょっと読み飛ばしちゃった。完了したんだって、改造が。いつでもサマーズへ行くことができるぞ。今度は多分壊れないと思う。よろしく頼むよ。よしよしよし。ということで、壊れないよね。あれ、 A ボタンを押してるよ。動かないよ。あ、動いた。行ってきます。さあ、本日2回目の空の旅。あ、もう着いた。ここがサマーズだった気がするよ。そうだね、サマーズ&トト。あ、日焼け。死体じゃなくて日焼け。お、ゆっくり落ちる。ゆっくり降りれよ。ゆっくり降りてくれ。ゆっくりだ。あ、おおあ、待って、もう破片しか残ってないよ。コッパみじんじゃねえかよ。問題なし。問題あるだろう。落ちたよ。アンドーナツ博士。パパ。隣の男、うるさくて仕方ないのよ。しつこくついてくるの。朝起きて恋をして、ランチを食べて恋をして、夜になったら恋をして。そういう人生が僕の望み。ロマンチストなんだろうなとか思いつつ、うざがられてるからな。君たちみたいな切羽詰まった顔つきの人々がどうしてこんなリゾート地に来ているんだろうね。雰囲気壊しちゃうよね。うん、ごめんごめん。お姉さん、なんかいい女っぽいお姉さん。君たちずいぶん緊張した顔してるね。ここはサマーズ、夢のパラダイスよ。もっとリゾートっぽく楽にしなさいよ。やだ、お姉さんみたいな人口説きたい。女だけど。日陰で昼寝してるの、邪魔しないでね。あれ、なんか目バッチリじゃない？バッチリ目を開けてない？目も日焼けしてるんですみたいな。目いてー。とりあえずね、ストーリーをね、十分。わー、なんかいる、なんかいる、なんかダメだ、早い、こいつの方が。暴れん坊コップ。暴れん坊将軍みたいに普通に戦って勝てるかな。おお、いけた。ありがとう。あ
ないこの人話した、なんかストーリーをね存分に味わうためにね、村の人に、村じゃない、村の人ドラクエみたいになっちゃった、モブキャラにはね全員話すって決めてるんですよ。あとセリフが面白いからね、娘がすごい歌っててさ、もういいやほっとこ、あ待って、話しかけるのやめてよね、私何も考えてないんだからなんかスリークのさ怪しい女の人に格好がすげえ似てないですか、さあ前向いてほら、なんかやっぱ似てるよね、あのドットでナイスバディってさ表現するのすごいよね。おりょ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 、お主なぜここに、いいもんなります、何しますか、何それ、かわいい、説明見てみよう、おしゃれなお姉さんなどに人気があるアイスクリーム、映えだね、映え、絶対映えだ、いちご豆腐ってさ結局見たんだっけ、説明、大都会で人気のファッショナブルなデザート、食べると体力が約30、そのそうでもそうでもだね、この人話した、イーグルランドから来たのかい、冒険好きならこの町は合わないと思うよ、トトっていう港町から船でスカラビに渡るんだな、スカラビっていうのは私のね動画を見てくれた人ならわかると思うけどね、それでイラスト描いたんだよね、スカラビってとこのね、見てね俺みたいな日焼けのプロはこうして手のひらも焼くんだ、確かに手のひらさすごいちゃんと手っぱって開けてる、片手じゃないでもそれ、両手焼かなきゃ左手だけ焼くのがね通なのさみたいなすごい魚釣りできそう、私ずっと思ってんのがさ、この真下のなんかさ洞窟あんじゃん、これなんか猫でもいいのかな、目光ってねと思うんだよね、はい、この人はここから東は港町のあるちょっと、わ、わしは看板じゃないぞ、スカラビには海を渡らねばならないんだわな、とはいえ荒れた海にはクラーケンたらいう化け物が元気に船を襲ってくるんだわ、おいしょ怖いね、猫ちゃんゴロゴロ、ショップって書いてある、あ、ここ行けない、ここまでか、来たよ、スカラビ行くんだったら買っていきなよ、あそこは物の値段が高いから、どうせここもだけ高くね、あ、でもなんと裏漢方380、そんな感じだったよね、いらんかな、とりあえず大丈夫、ありがとね、ここ入れますか、入れた、私は墓泥棒なんだわ、スカラビのピラミッドはあんまり怖くて入れなかったんだわ、だけどね、未来じゃない、ミイラの化け物とかこの目で見たのは自慢でしょ、まあそうなんだ、ちょっとでも動くの怖いよね、ミイラが動いたら、サマーズの町のストイッククラブってあるだろ、あそこって秘密の電話で予約しないと入れないんだ、え、俺は知ってるよ、電話番号くらい教えてやるさ、変な店だけどな、すげえドドドドドドって聞こえる、なんだろう、よし、もしもしジェフ、嬉しい、やっと電話が通じた、あ、ジェフ僕だよ、タニーだよ、学校の宿題でこのゲームのプレイヤーの名前を調べてるんだ、今このゲームをしている人のことさ、名前を入力してもらってくれないか、ローマ字表記だからくれぐれも間違えないように注意してね、ローマ字表記、プップミルクでいいのかな、昔はねこれを普通の本名で全部入れてたんだよね、 P はじゃあ大文字で、あ、じゃあ全部大文字か、全部大文字だね、うん、小文字入力とか特にないね、じゃあプップミルク、あ、これ W か、ミルクミールクと、プップミルク。できたよ。音符とかつけちゃう？いらない？
こにしようか。丸いらない終わりプレイヤーの方、どうもありがとうございます。これで間違いないですか。ホップミルク合ってるよ、合ってる。OK ですか。お手数かけてすみませんでした。友達のジェフはあんまり危ない目に遭わせないでくださいね。僕、心配で心配で。ジェフ。じゃあジェフ、また元気な姿を君に会えることを心からお祈りしてるよ。君の友達、トニーより。手紙かよ。でした。あ、電話が長くなっちゃうから、もう切るね。さよなら。頑張ってね。気をつけてね。本当に切るからね。バイ。ツツツ。トニー、何だったんだ、今のは。